友人ィ・レブ,ブス、友人ビクター・ o レブスは、アメリカ合衆国の政治家、労働運動活動家。生涯のうち5度にわたって、アメリカ社会党からアメリカ大統領選挙に立候補した。フランス中東部のアルザスからの移民の子として、インディアナ州テレホートに生まれる。17歳の時に、鉄道労働者となり、2年後の1874年に、組合活動を開始。 当格を表した、彼は1884年に民主党のインディアナ衆議会議員となる。1893年にはそれまでの保守的な組合を離脱し、アメリカ初の産業別労働組合となるアメリカ鉄道組合を組織。翌1894年のグレート、ノーザン鉄道でのストライキを勝利に結びつけた。しかしこの年のプルマンストライキでの強行路線は、政府、 軍の弾圧によって失敗し、デブスは逮捕される。この獄中で、カール・マルクスの著作を読んで社会主義者となった。翌1895年に釈放されたデブスは、プルマンストライキの経験者と、社会民主党を組織し1900年の大統領選挙に立候補したのを皮切りに、1904年、1908年、1912年の大統領選挙に、 アメリカ社会党から立候補した。そのうち、1912年の得票率6%が最高の成績であった。また、1905年には、サミュエル・ゴンパーズ率いるアメリカ労働総同盟の労使協調を主張して、ストライキや革命運動に反対する保守傾向を非難し、新たに結成された世界産業労働組合にダニエル・デ・レオンラーと共に、 創設者の一人として加わった。しかし、ストライキやプロパガンダ活動、ボイコットなどの直接行動が主流となる中で、アメリカ社会党を軸に、政党や選挙、議会などの政治闘争を重視するデブスやデレオンの路線は少数となり、1908年には離脱を余儀なくされた。その後もいい和の直接行動路線に、社会党は振り回されることとなった。 民主党と共和党の両党だけでなく、進歩主義の風潮の中で進歩党が結成されるなど、社会党の存在は既存の政治勢力に競うように取り込まれていった。そんな進歩した政策を取った政治家の筆頭こそ民主党のウッドロー・ウィルソン大統領であり、社会党は独自性を失っていった。その後、第一次世界大戦においてはドイツによる無制限潜水艦作戦の影響で、 アメリカ世論が高派に傾き1917年には参戦する中で1918年には大戦に反対するデブスの演説が前年に制定された諜報活動防止法違反に問われてしまう。彼は最高裁判所まで争ったが1919年4月にはジョージア州アトランタの刑務所20年の刑で収監される。 こうして1920年の大統領選挙には、デブスは再びアメリカ社会党に擁立され、今度は獄中から立候補することになった。この選挙では有権者像により過去最高の得票を得たものの、反戦論を非国民視する風潮の中得票率では3.4%にとどまった。1921年のクリスマスに、デブスは ハーディング大統領による恩赦で釈放された。その3年後にノーベル平和賞に推薦される。1926年に獄中生活から体調を崩してサナトリウムに入院するがサナトリウムでは民間療法や代替医療しか施されず病状が悪化し10月20日に死去。その頃にはすでにロシア革命の影響を受けたアメリカ共産党と 分裂していたアメリカ社会党は勢力を落としていった。ありがとうございます。